裏方でありながら大谷選手を語る上で欠かせない存在である水原さん。違法賭博の報道にショックを受けるファンは多いですが、水原さんをよく知る人たちは彼の意外な一面を明かしました。水原一平さんの衝撃の過去、水原さんをよく知る人物はこう証言しました。カリフォルニア大学を卒業後、自分探しをしているような時期がありました。結局は会わずに辞めてしまったみたいですが、現地のカジノのディーラーの学校にも通っていましたよ。あとはお酒が好きでロスにある日本酒の工場で働いていたこともありました。また水原さんの取材経験があるジャーナリストは水原さんの印象を語っています。性格的に少しだらしない人という印象。水原さんから名刺を渡してくれたのに、何度メールしても返信がない、スケジュールが合わないなら一言あってもと当時もやもやしましたが、返信する暇もないほどギャンブルに夢中だったのかもしれません。